初回日本ハムがセギノルのヒットで1対0で先制しますが、1回裏中日ワンアウトランナーなしから井端の1号ソロホームランで同点に追いつきます。4回裏中日先頭福留にようやく一発が出ました。ソロホームランで2対1リードを奪いました。そして両チーム7回の攻防、7回の表日本ハムワンアウトから稲葉、キャッチャー谷繁のエラーで出塁で、新庄がライト前、つなぎました。ツーアウト一三塁になって、今ヒーローインタビュー出ました金子。昨日はいいところで打順が回ってきたのにヒットが出なくてフラストレーションが溜まっていたというその金子でしたが、見事に期待に応えて2点タイムリー、3対2逆転します。その裏の中日ピッチャーは日本ハム武田久志に変わりました。ワンアウト一塁のチャンス、代打の立浪、中途半端なバッティングでショートゴロ、一三塁になって荒木はピッチャーゴロ、得点のチャンスを結びつけることができませんでした。8回の表日本ハム、ツーアウト二塁でピッチャー岡本、セミノールワンスリーから1号ツーランホームランで5対2突き放します。3点差のまま9回の裏、マウンドはマイケル。マイケルが5番の森野、6番アレックス、そして7番の井上を3人で打ち取って試合終了、1勝1敗のタイに持ち込んだという今日の第2戦です。